どうも、ズーマーです。お久しぶりですね、久しぶりの動画投稿となるんですけども、まあ、今シーズンはね、ちょっとちゃんと動画投稿していきたいなって、思っております。ということで、今回なんですけども、アップデート、てか、新シーズンだってね、スカウトクラスが強化されましたので、今回そちらを使って遊んできました。やばい。何が強化されたかっていうと、従来であれば、スカウトってその、スカートのスキル使った時に、まあ、大体この範囲に敵がいるよみたいな感じで赤点で出るんですけども、まあ元々はその使ってる人、スカウトクラスを使ってる人しか見ることができなかったんですけども、強化が入ってスカウトのね、その点が全員見れるようになりました。味方がね、全員見れるようになりました。なんで全員がね、その敵の位置を把握することができるようになったっていうね、もうかなり強化、大幅強化されたんじゃないかなと思います。なんでね、そのスカウト使ってここに何枚いる、ここにいるとかっていう指示をしなくて もうマップね、ミニマップ見れば一瞬で分かっちゃうようになるというね、まあ、こんな感じでね、この今マップに出てる赤点が味方にも見えるようになっております。そんな感じの強化になってます。なんでね、味方に1人スカウトいたらこれかなり、心強いんじゃないかなと思います。索敵がすごく楽になるっていうかね、なんでやねん、マジで。そんな感じで大きく、強化されております。で、まあ、もともとその、なんていうか、これ結構プラベとかでもね、かなり活躍するんじゃないかなって思ってて、ね、プラベでもね、スカウト使う人結構いると思うんですけども、まあ、味方がね、その、使ってくれれば、まあ、自分もわかりますと。まあ、そういう意味ではね、かなりいいんじゃないかなと思っております。なんで、パーティーに一人はね、いると、かなりいいんじゃないかな。まあ、今回ね、そんなね、スカウトを使った立ち回りというかね、まあ、こんな感じで使ってるよっていうのをね、入れたらなと思います。まあ、なおかつね、どういうことを意識してるかっていうのもね、まあ、ついでに入れたらなって思います。まあ、スカウトはね、こんな感じで使った時に、ミニマップに出るだけじゃなくて、あとは近くに敵がいたら、うっすら影が出たりもするんですよね。なんか敵の影みたいな、残像みたいなのが出たりすることがあるんですけど、まあそれは後ほど見れることができるんですけど、まあそういう残像も出たりするので、敵の位置がね、正確に分かるという感じになります。なんで索敵にね、かなり長けてるという感じでございます。まあそんな感じでね、見て伝わればなと思うのでね、ぜひ最後まで見てみてください。で、今回かなりね、キルも取れたし、スカウトもね、使えたんじゃないかなと思うのでね、ぜひ最後まで見ていただけたらなと思います。今回は、亀の尻尾さんとヒゲさんと、阿部ちゃんと回ってる感じになります。さあ、ここも倒してこれでワンパ終わりかな。ワンパってかビーバーは制圧っていう形になったかな。で、まず自分の周りに立ちたい時とかっていうかね、自分の周りに敵がいるか確認したい時は自分の近くにスカートを使ったりします。まあ基本的にはね、自分が見たい場所とかに立くのが基本的な使い方なんじゃないかなと思うんですけども、まあでもね、ここの場所取りたいとか、ここに敵いるかなみたいな感じで見るのはすごく使い勝手がいいというか、いいと思うので、そういう風にね、自分が気になるところにスカウトたくっていうのがまあいいんじゃないかなと思います。今だったらこの射撃の中見たいので、射撃の中にたきます。そしたらこんな感じで出るっていうね、ミニマップに出るので、まず3枚いるんだなみたいな感じでわかります。で、スカウトたくときにさらにもう一個意識することは、まあ、スカウトたくよみたいな感じで一声ね、かけてあげると、その味方がね、ミニマップ見やすくなるというか、確認しやすくもなるし、あとね、その残像、先ほど言った残像をね、見ることができるので、まああったらいいですよね、一声。なんで使う前は一声かけるのがいいかなと思います。さあ、ここもね、一個、ここね、こういう設定するときとかも、これ使うことによって、この残像ですね、敵がどこにいるかっていうのはね、一瞬で分かるので、立ち回りしやすくなったりします。今の場合だったらミニマップ見るよりかも、これぐらいの距離だったらその残像を見た方が敵がどこにいるかっていうのが分かりやすいので、あ、じゃあこっち多いんだな、人数多いんだなとか、じゃあこっち人数少ないからこっちから倒そうかとか、そんな風にね、一瞬で判断することができるんじゃないかなと思うので、こういう接敵っていうか近距離かな、インファイトになりそうなところでは、まあ、近くに耐えて残像を見て判断するっていうのがいいんじゃないかなと思います。まあ芋ってる敵とかもね、炙り出すことができるので、そういうのはかなり強いですよね。ナイスでーす。さあ、この倒していくと、ヒゲさんがね、今回すごいやられてしまって、ね、なんで俺だけやられんだよみたいな感じで言ってるところなんですけど、俺だけ覗しちゃった。
で、なんか知らんけど、今シーズンっていうか、シーズン変わってから、とあるバグがあったんですよね。まあ、ちょっと今から流れるんですけども、とあるバグがあるそうです。このヘリのバグなんですけど、ヒゲさんがね、これちょっと降りてしまったと。で、これね、ヒゲさん迎えに行くんですけども、まさかのヒゲさんが瞬間移動するっていうね。これなんか今ヘリのバグがあるらしくって、なんかワープするみたいです。本当に全く違うところにワープしてるんで、なんか怖いよねこれ。敵の場所にワープするかもしれないってことだね。これなんでどこにワープするかわかんないんですけど、こんな感じでヘリのバグが今あるらしいです。どうやら瞬間移動バグがあるらしいです。やばいね。ということでヒゲさんを迎えに行きましょう。なんでだ、条件なんだろうね。ヘリで追突されたらなのかな。2型のヘリが追突されたらなのかな。瞬間移動するっていうね。すごいバグですね。さあここで、パキを取りに行くんですけど、さあここでスカウト焚いて、こんな感じで、ね、残像を見て、あそこに2枚固まってるんだっていうのが分かるので、ここは左から展開していこうっていうような立ち回りになります。で、近くにもいるので、まずここ1枚倒して木をね、遮蔽物として使って、まあ立ち回ると角を隠れて、奥にもいるね、そこも倒していく。あとあそこの木の裏ですね。さあここはね、 ADS しながら早く先打ちできるように、ね、見ておきます。これは別パンかな、別パンに撃たれたのかな。あそこ2人やるのか。学校も倒していく。まあいいなね、結構いいっすよね。ミシック来ますけども、皆さんミシック引きますか。僕は少し迷ってます、うん、正直ね。あの今シーズンか、シーズン変わって欲しい、何欲しい迷彩がないんですよ別に、他にね。なんでね、まあ強いて言うならいいなのミシックぐらいかなって思うので、まあ引くかどうか迷ってるって感じですね。あってもいいかなみたいな感じです。さあ、残り敵も少なくなってきております。おー、全然ごめんしない、 OK。 さあ、これやり合ってね。あ、俺らしいね。発球の方がいいな、俺。ここね、敵がいると聞いたので、ここスカウト出てきます。で、これもね、ヒゲさんがまあいるやんって言ったんですけども、このミニマップについてる点がね、これヒゲさんにも見えてるというような感じがあります。なので、味方がね、このどこにいるかっていうのを分かることによって、こう詰めて倒しに行けるっていうのがすごく強い点になります。なんでこれからスカウト結構増えてくるんじゃないかなと思います。あの索敵しやすいし、これマジで立ち回りやすくなると思うので。でもスカウトの難点っていうのが、あの、まあ、今更言うんかいって感じなんですけど、スカウトの難点っていうのが、その何とかする力っていうかないんですよ。まあ、例えばその盾とかスモークボマーとかそういうクラスだったら、その1対1とかはね、有利に戦うことができるんですけど、スカウトはもうその人の火力次第みたいな感じになっちゃって、まあ、索敵はできるけど対面とかは弱くなっちゃうので、まあ、そこはね、あの難点ではあるんじゃないかなと思います。さあ、ここも倒して GG ということでいかがだったでしょうか。かなり強くなっているので使ってみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。17キル強っ。マジか、うちやな、マジでうち。